日本四国地方徳島県徳島市、昭和地区昭和地区は徳島県徳島市の行政上の地区である。昭和津田地域に属する。徳島市東部に位置し、都心地域の南東に接する。南北を通り東で合流する日本の河川に挟まれた地区で、北の新町川の右岸、南の魚座線入江川、その瀬川の左岸にある。西のみ陸続きで東戸田地区と接す。 徳島県庁舎をはじめ、徳島県警察本部、徳島県教育委員会など、県の施設が立ち並んでいる。国道55号、県道120号沿いは、商業地、新町川が子は、工業地で、それ以外は、関西な住宅地となっている。北部を吉野川の支流である新町川が、南部をその瀬川とその支流である、魚座線入江川が流れ、地区東端で合流する。 人口は徳島市による推計。江戸時代には城下町の外に広がる塩田地帯だった。古伝によると1620年、八塚家政が北の太郎左衛門に命じて南埼田浦に塩田を開かせたとあるが、南埼田の塩釜神社の創建が1592年なので、その頃までには何らかの形での制限業があったと思われる。江戸時代の間に、 塩田は増え、現在の沖野洲地区、津田地区、八幡地区にも及んだ。しかし1912年頃から不良塩田が廃止され、1958年6月9日に最後となった埼玉製塩工場が閉鎖。翌1959年12月10日には、乾水の製造も廃止し、徳島市の製塩業は終了した。 河川周雲が盛んだった時代には、新町川とその瀬川の間に、人口の小道川が通じていた。現在、新町川の右岸の万代町、昭和町間にある短い支流と、餃子線入江川左岸の南昭和町5.7丁目境にある短い支流が、その名残である。1889年までは、明東郡万代に行った村と、南西田浦村の2村があった。 1889年の市町村制で、現津田地区の津田浦村、新浜浦村と共に合併し最津村となった。1926年5月1日、徳島市に新たに編入される最初の市町村となった。県庁ピア徳島県立総合福祉センター。ありがとうございます。